ちは。今日はガーデンクォーツ、朝の光の中で自然のエネルギーを感じる瞑想、これを皆さんと共にやっていきたいと思っています。できれば座って、もしくは横になって、楽な姿勢をとってください。目は閉じていても、画面のガーデンクォーツの映像を見ていただいても構いません。意識はおへその下の丹田に向けて、呼吸はふーっと吐いた時にガーデンクォーツが体内の悪いものを吸い取ってくれるイメージ、息をスーッと吸った時にガーデンクォーツから癒しのエネルギーが体内に注ぎ込まれるイメージを持ってください。ご自分のペースでゆっくりと呼吸を続けていきましょう。あなたの目の前にクローライトの美しい結晶が入ったガーデンクォーツがあると想像してください。あなたがいつどこにいようとも、このガーデンクォーツを見つめることで神秘的な自然の世界への扉を開くことができます。たとえあなたが今人々のざわめき、車の騒音、街の喧騒の中心にいたとしても、あなたの意識は一瞬にして静かな森の大自然の中へと帰ることができるのです。シャーマニックドリームクォーツはシャーマンたちが瞑想を通してこのように意識を移動させるために使用してきました。時も空間も超えた異次元の世界へと誘導してくれるのです。深い瞑想状態に入ることで神秘の森のさらに奥、異次元の世界へと旅を進めていきましょう。朝のキラキラと輝く光、太陽のパワーをガーデンクォーツの大自然のエネルギーとともに受け取ってください。
それでは帰ってきてください。準備ができたら静かに目を開けましょう。まだフラフラするなという方は画面のボージーストーンやスモーキーコーツを見てグラウンディングしてください。それでは以上でガーデンクォーツ朝の光の中で自然のエネルギーを受け取る瞑想、これを終了したいと思います。少しでも参考になったよという方はライクやチャンネル登録していただけると嬉しいです。どうぞ毎日の瞑想にこのビデオを役立ててください。それでは最後にガーデンクォーツの癒しのエネルギーをお届けします。